どうも皆さんこんにちは、慶応大学の村井です。なんか楽しそうなんで引き寄せられてきましたんで、皆さんの発表その他楽しみにします。インターネットの上で、音楽がいろいろ発展するっていうのは非常に楽しみだし、ヤマハの音楽教室とかなんかビジネスも、インターネットの上での音楽ビジネスって日本はかなりいろいろと新しいこと起こってるみたいだから、そういう皆さんのアイデアが、どういう形になるのか大変楽しみにしてますんで頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ということで皆さん頑張って発表の方をしていきましょう。はい、では一番最初ですね、トップバッター、ツイッターの ID アットマークフランドンピークズアンダーワンピークさんということでよろしくお願いします。聞こえますか？聞こえてますね。初っ端で申し訳ないんですが、残念ながら、このハッカソンの、時間中にちょっと私はちょっとあと一歩のところで、完成させることができなかったっていう感じですね。パチンコでいうとあと5万円あれば大爆発するんだというような状態でございます。ただちょっとどういうものを作ったかというものをちょっとご紹介だけさせていただこうかと思います。ですね、皆様の、右手側にですね、ドラムの製品があるかと思います。でこのドラムを見ましてですね、私も家にドラムが欲しいと思ったわけですが、さすがにこれ家でドンタカドンタカ叩くと下の住人からこう夜中の2時なのに何考えてんだと言われてこう怒鳴り込まれてしまいますと。というわけでですね、どういうものを作ろうかと思ったかと言いますと、というか参考になるソースコードをいろいろパチってきたのがすぐバレてしまっていますが、ですね、そうか見えるかな、ポケットミックを使ってちょっと何かやろうと考えていました。でどのようなポケットミック と、このウェブカメラですね、この2つを組み合わせてちょっと何かやろうと考えたわけです。例えばですね、このように、ビデオの入力がありまして、ちょっと下はそれ HTML の5のキャンバスなんですが、ビデオの入力を、HTML のキャンバスに移して、例えばですね、ちょうどいいものがないな、ちょうどいいや、ここに例えば赤い、なんか物体がありますね。ちょっと解像度悪くてなんだか見えませんが、例えば、それどこにあるんだ、これか、こうですね。例えばこういった特徴的な、強い赤とかそういった色を、なんかマーカー的なものにしてこうやってこう指で隠すと、ドラムの音がドンって鳴るような感じのアプリケーションを作りたいなと思ったわけです。ところがですね、私その JavaScript と、この WebMIDI API にあまり馴染みがないものでして、この、なんだ WebMIDI に接続するところ、それからなんだ、カメラ、ウェブカメラの画像を、ビデオに撮ってくるところと、キャンバスに撮ってくるところで、キャンバスに撮ってきて、例えばこの赤成分の強いところだけを見つけてくるという処理まで書いたところで、残念ながらですね、その肝心 の、 その音を出すというところがちょっとそこまでたどり着けずに、こうもう4時半近くまで粘ったんですが、ちょっと残念なことに、無理でした。ちょっと家に帰ってから続きをちょっといろいろと試してみようかと思います。私の発表は以上です。はい、どうもありがとうございました。途中で最後まで完成できなかったということなんですけども、ぜひお家でまた続けてやっていただければなと思います。はい、続きましては、はい、あちら、そうです、
続いては、DF マックさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。DF マックと言います。通信系の会社員です。普段はなんかちょっと実験音楽とかで遊んでいます。で今日は、生物、金物、洗濯バサミ系の、ミディデバイスというものをちょっと作ってきましたので、それとウェブミディを連携させるという感じでちょっといきたいと思います。でちょっと見た目可愛らしくなっちゃったんで、音はかなりひどい感じで、ハンマーとかドリルとかノコギリとか道の騒音とか、まあ、そういうものだけでちょっとやってみたいと思います。ナスですね。これ今、なんだ、ちっちゃいみかん触ってます。そういう音がします。はい、ありがとうございました。毎回参加していただいて、なんかすごく奇抜なものがいつも出てきて、今回は野菜がトリガーになって、野菜を触るとこう音が鳴ると、なんか本当に奇抜な感じで、PC にもいっぱい洗濯バサミついてたりして、はい、ありがとうございました。はい、続きましては、横堀さんですね。よろしくお願いします。ちょっとすみません、なんか初っ端から想像を超えるものが出てきすぎてセッティングがに時間がかかっておりまして、はい、今回もうち子供がいるんでいつも見るんですけど、子供がいない人あんま見たことないような線路が出てきて、ね、電車まで新幹線ですかね、成田エクスプレスかな、500系のぞみだそうです。今走ってないですよね。そうですよね。
で手元にはなぜかコントローラーがあると。電車のコントローラー、電車で564と書いてあります。はい、準備はいかがでしょうか。はじめまして、横堀と申します。普段は音系とあんまり関係ないところで、ものを作ったり壊したりしながら、遊んでおります。ちょっと今エラー画面が出ていてびっくりしてますがどうしよう大丈夫かな。すいません、私もネタは用意しようと思ったんですけど仕込みができなくて、ここに来てからいろいろやってたのでちょっと間に合わない系でございます。持ってきたのは、プラレール、ご存知、電池で前に走るだけしかできない電車のおもちゃで、それを、電車で GO、 昔、いろんな家庭用ゲーム機でやったと思うんですけど、このデータのコントローラー、これを使ってコントロールするっていうのを実は2年前ぐらいにやってまして、プラレールで合コンっていうタイトルで合コンしてたんですけど、今回はこの仕組みを、ウェブミディに置き換えてやってみようかなと思ったんですが、ちょっと間に合わなさそうだったのでこの合コンをミディコンにしてみました。で、普通に、まずい、来てないすいません、音はなかったことにしたいかなでこれで電車も動かなかったら私は何しに来たんだっていう感じなんですけど、あ、行けた。こんな感じで行って、ですね、こいつに合わせて効果音を出したかったんですが、ミディがつながってないです。ごめんなさい。一回外しちゃうと、まずい。ちょっと。これで、あ、いけてる。あ、これで、発車しますとかやりながらこうパーンとか鳴らして、でこうわーってやると楽しいで、スピードがマックスになったところでこうやってるとだんだんわけわかんない方向に行けるかなと思います。こんな感じで、おもちゃとウェブミディ合わせると楽しいと。はい、ありがとうございました。運よく電車も動いてくれて、はい、よかったですね。とても面白いです。ありがとうございました。はい、続きまして、ヒロノさんですね、よろしくお願いします。前回 Google スプレッドシートを使ってシーケンサーを書かれたチャンピオンということで、今回もちょっと期待をしてますが、プレッシャーをかけてるわけではないので、
はい、ただいま準備中でございますが、そろそろ準備できていると思います。はい、それではヒロさん、よろしくお願いします。すいません、今回僕は前回ですね、スプレッドシートで音楽を作るというものを作らせてもらって、で実際にあれでちょっと1曲作ってみたんですけれど、まあ、えらい大変で、今回はちょっと簡単に曲を作れるものを作りたいなと思って作りました。本当にすごい簡単なもので、あ、端っこがちょっと消えちゃってますかね。この辺に何か出てくると思うんで、本当にただ簡単なもので、録音してそれをどんどん流していけるというただそれだけのものです。この時間中に1曲作れたらいいなと思ってるんですけれど、ちょっとやってみたいと思います。増えていきまして、で下の方のパレットから自分の使いたいこう音色をどんどん選んでいけるので、選んで、選んで、またこれコントロールキーを4回押すことで録音が始まるんですけれど、ちょっと遅延が結構かかってるんでクオンタイズの結果かなりずれてしまってますね。まあ、ちょっとそのまま続けますと、またピアノとかを選んで、まあなんかちゃんとした遅延がない状態でモニターができればこの中でこう曲ができていきまして、まあ、最終的にはというふうに曲ができる予定でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんかさすが素晴らしいなというところで、絵を描いているような形で音楽を作るという面白いアプリケーション、どうもありがとうございました。はい、続きまして鈴木さん、よろしくお願いします。なんかプレゼンテーションっていうと大体そのスライドが出てきてそれを見ながらっていう感じなんですけど、今日はもう物が出てきてこれ見てくれという形で、またなんとなくプレゼンテーションとして違う形だなと思いますけど、
はい、鈴木翔太と申します。今回私はですね、ちょっと地味なものなんですけど、自分が欲しいものを作りました。どういうものかというとですね、普段私そんなにうまくはないんですが、あの DDM をやってるんですね。で、まあやってはいるものの、理論難しいし、楽器も特に弾けるわけじゃないしっていうので、メロディーを作ったりするので結構困るんです。でもあのこういうハード、あのこれコルグさんのボルカなんですけども、こういうののつまみ自体楽しいと、こういうの好きなので、まあ今回誰かメロディーはあのパソコンでやってもらって、つまみだけいじって、ああ楽しいみたいなことができるといいなと思って今回作りました。それがこれです。ウェブミディアルピジエーターですね。仕組みはそんなに大したことないですが、音のステップ数を、まあ、読んでいいか、読んで入力して、ランを押すと音が鳴ります。今これこっちのオーディオインターフェースから、ミディ信号でボルカに行って、ボルカの方から音が鳴ってます。でこれでつまみをいじるといろいろ音が変わって、ちょっと面白いみたいな楽しみ方ができると、個人的にはすごく熱いツールですでですね、ま、これよく考えてみたら、あのわざわざハードじゃなくてもいいなと思いまして、ちょっとブツッと抜きますけど、あの、インターフェースからインターフェースにインでつなぎ、それを、インにつなぎました。で、そうするとどうなるかというとですね、ちょっと今若干音鳴ってますが、これ今あの DTM のソフトですね、これのあのここのマッシブのところに信号がいて音が鳴ってます。DTM のソフトに右で送っているので、この右の音符も、録音することができます。これで、まあ、DTM をはかどるとちょっと楽できるっていうソフトです。以上です。はい、ありがとうございました。ミディのアウトから出たのそのままインに入れるっていうの結構斬新だなと僕は思って見てましたけども、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ですね、ごめんなさい、漢字が読めなくて、清秀さんと松尾優也さん、よろしくお願いします。また物が出てきました。結構今度は大きなもので、今度はオッタマトーンですね、白いのと黒いのが出てきました。それからポケミクも机の上に乗ってますね。
ディスプレイの調整をしておりますので少々お待ちください。はい、それではよろしくお願いします。我々この非常に色物のキリンサウンドとオルグというオープンソースの同様を作る活動をしているものでございます。意味わかんないですね、はい、そんなわけでですね一応自己紹介しておきます。私の方がヤブでございます。今無職です。お金と仕事ください。そして今回デベロッパーの方の松尾です。私の方はデザイニング担当してます。で今回ですね、まあ後で見てみてください。これもまずお玉と面白いですよねと。面白いはずです。皆さん一回ぐらい欲しいなと思ったはずです。でもこのお玉とぶっちゃけ飽きるんですよね。ではウェブの力でイケてる楽器にしてやろうと。大体これ音聞いてみてください。すぐ飽きます。そんなわけで使ったテクノロジーはNode.js、Socket.io、HTML5、WebMini、Gate User Media イコール ROCK というわけで早速デモでございます。吐くあれあれ、ポケットミキからの音が出てますかね。あすいませんね、こっちがいけてないことになってますね。またまあなってますかね。許可わかりますかね。音階が右的に補正されてなってます。でこれポーズ音色を変えることもできますと。ちょっと適当に音色を変えてみましょう。この状態で、例えばピアノはい。でもこれぶっちゃけパソコン触るのナンセンスですよね。音楽弾いてるんですから。というわけでスマートフォンで簡単にこんな感じの操作コンソールが出ています。こんな感じですね。こんな感じになっております。で忘れちゃいません、今21世紀です、ね、音階の指定ぐらいできないとぶっちゃけ未来がないですよね。そういうわけで、この音階のセッティング性がついてます。で今ドリアン音階になってるんですけども、これを和音階にしてみましょう。試しに、はい、よくわかんないけど、まあ、和音階になってます。まあでもね、あの夏何の思い出もなかったじゃないですか。沖縄ぐらい行きたかったです。というわけで、琉球音階にしてみましょう。この音階聞いてると、私はこれね、まぶた落としてるとゴーヤが浮かびます。そのわけでですね、他にもこの音色いろいろ朝変えれます。当然ミディなので、まあ、ピアノ一つの、まあ、エレミであったりだとか。でもね、こんな風にやってるとやっぱりね、もうちょっとこうね、突飛の効いた遊びをしたいですよね。例えば我々結構殴り合ったりそんなゲームを作るのがすごく好きなんですけれども、これを使えば、はい、くだらないですね。で、まあ、あと実は PC の音から出てるんですが、さらにこの部分の画面の中に今 FX を鳴らすボタンがついてるので、小さいんですがよく切ると効果音とかもここから鳴らすことができます。まあ、こういうわけで、まあ、こうキリンさんをケーブル一つでMIDI楽器に、イケてる楽器にできるということでございます。デモは以上です。はい、ありがとうございました。オタマトーンがミディの楽器になってしまったっていう感じです、はい。この間コルグさんから逆の、ギターの音をミクの声ですっていうものを出てましたけど、まあ、それの反対みたいな感じですね。はい、それでは次、続いて谷口浩平さん、よろしくお願いします。繋いだんですけど、作ってきたのは音が出ないんで、
全く、意味がなかったと。ですね、谷口浩平と申します。普段は SE をしています。で、JavaScript だとか Web っていうところは全く初心者で、たまにあの Max だとか、プロセッシングだとかといった音が出るようなプログラミングをやってるんですが、今回この Web オーディオ、Web MIDI っていう、初めてやって非常に苦戦しましたと。何がやりたかったかというと、ブラウザの上で動くので、MIDI コントローラーを使って HTML の要素を、操作することで何か今までと違った、ウェブのブラウジングの仕方ができないかというようなことを考えてました。で、本当にあのライブラリを既存のライブラリを組み合わせただけみたいな感じなんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、物理演算の、ライブラリがあったんで、それに対してちょっと分かりづらいですよね。激しい動きをするとその分だけ激しく動くみたいなことをやりたかったんですが、ちょっとパラメータの調整がしきれていないような感じですね。本当はそっちにあるリボンコントローラーとかでブルブルさせるみたいなのをやってみたかったんですけど、ちょっと時間が足りませんでした。ちょっと家に帰って、次回までの宿題としようと思います。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。MIDI のコントローラーを使って HTML を操作してしまおうという作品でした。はい、続きまして夏季さん、よろしくお願いします。映ってませんね、下にあるんですけど、物が下を映していただいて、足元赤い、はい、見え、私の足元じゃなくてですね、このガーデン、はい、2つ玉が並んでます。うちの子供にですね、買ってやったリモコンのおもちゃなんですが、飽きちゃったのでお父さんが取り上げて、MIDI を受けるように改造したと。でこの、手作り感満載の箱がですね、 MIDI の DIN を受けて、コントローラーを押すと。なので、こういう時には動かないんですね。映ってますか。で、私のとこから見えてないんですけど、鍵盤を押すと動くという仕組みになっているので、ここまで来れば、じゃあこれをシーケンスですね、ウェブミディのシーケンサーで動きましょう、動かしましょうということです。トラックの電車になってて、一つがこのおもちゃをコントロールしている一つが行うという状態です。はい、以上です。はい、ありがとうございました。さっき作ってる間にちょっと見たんですけども、下にタッパーがありまして、そこから赤外線が出て、先ほどの回ってたおもちゃに赤外線で、
伝わって動くと、そういうアプリケーションになってました。はい、ありがとうございました。続いて高木さんですね、よろしくお願いします。エレキ木魚です。あの第1回目にも来ていただいたなっていうのは覚えてるんですけども。あ、高木と申します。よろしくお願いします。ちょっと折衷な作品で本当に申し訳ないんですけれども、エレキ木魚というのを作りました。自己紹介なんですけども、ウェブエンジニアをやっています。で、サッソーという IoT ベンチャーで働いていて、エンジニアを募集してますので、興味ある方は連絡ください。で、エンジニアとですね、フリーランスもやってまして、あと木魚アーティストというのをやっています。今まで作ったのは木魚マウス、木魚ロボットで、今日のエレキ木魚です。この木魚ロボットなんですけれども、デイリーポータル Z が主催しているヘボコンというイベントに出まして、タミヤ賞というのをいただきました。で、一度目覚ましテレビにも出まして、三宅さんが叩いてました。はい、じゃあデモをやります。これ何やるかっていうと、まあ分かると思うんですけど、叩くと、パソコンから音が出るっていうだけです。これ加速度センサーがついてまして、三軸ですね、傾きによって音程が変わります。ちょっと音反応しちゃってます。以上です。はい、ありがとうございました。エレク木魚あのとても面白いです。はい、続きまして iPhone でマラカス、よろしくお願いします。では、よろしいですか。はい、お願いします。では、その今回 その iPhone の加速度センサーを使ったマラカスというのをちょっと作ってみました。で、自己紹介な、ごめんなさい、Twitter の ID がヨヤなので、こちらに資料を一応公開してあるので、そちらから見ると分かります。で、自己紹介として、もともとピチパーなんですが、最近ちょっと JavaScript に目覚めて、まあ、こういうツールを作ってます。基本バイナリー分解が趣味なので、サウンドフォントをJavaScript だけで分解してウェブで見るとか、その手のですね、まあ、あとはそのウィンドチャイムとか作ったりとかしてます。これVox2D でその物理的な演算で、あとウェブオーディオでぶつかった時に音を鳴らすってやつで、今回これからの発想で作りましたと。で、お題としては iPhone でマラカスで、マラカスという楽器は皆さんご存知だと思いますが、まあ、こういう楽器ですね。で、iPhone の加速度センサーで、ちょうどフル操作が多分検知できるので、それでマラカスを
作ってみましたと。動作モデルはこんな感じで、まあ、加速度センサーで動かすのと、あと、まあ、重力の自由落下をやって、で下にぶつかったら音を鳴らすっていうこういう仕組みです。まあ、ちょっと事前準備があったのでこれ昨日作ったんですけど、あの小豆が下に落ちた時のポトって音をとりあえずあの無理やり PHP でバイナリ作ってこう用意した感じですね。で、まあ、あと事前調査なんですが、まああのまあ、すみません、このその iPhone で、まあ、この辺の URL にアクセスすると、まあ、デモができるんですけど、あの加速度で上の方とか下の方とかに、まあ、その加速度に応じたグラフを出して、まあ、実際動くよねって確認してから作ると。で、完成品のデモなんで一応お見せをすると。すいません、はい、まあ、実際できたのはこんな感じので、ポチッとやると、あのおああおあれあこれどこれってどうやったら、もしかして出せますかね。実際に粒が下に落ちるときに、あのウェブオーディオのオーディオソースで普通に取ってきてて、こんな感じの上から落っこってきた時の音でザラザラって、まあ、音が鳴ると、まあ、こんなものを作りましたと。まあ、以上です。はい、ありがとうございました。 iPhone の加速度センサーを使ったマラカスということで、はい、ありがとうございます。続いて和智大二郎さん、ライトアソングイン JavaScript です。よろしくお願いします。ああテスモニターって表示できますか。はい、じゃあ発表させていただきます。 Write a song in JavaScript ということで、発表させていただきます。最初に簡単な自己紹介です。アタチュールダで、GitHub や Twitter で活動してます。仕事は、ソフトウェアエンジニアやってて、土日とかは特に JS いっぱい書いてて、CSS プリプロセッサーとか、JS で曲作るようなやつを作ったりみたいなのをずっとやってます。で、この会場にいる人たちって、まあ、すごい音楽が好きで、ブラウザの技術が超好きで、 JS もすごい好きみたいな。でこの3つが揃う人ってなんか超珍しい人たちだなと思うんですね。で、まあ、これを 3つの好きなものを合わせて、JavaScript でミュージックを作って、ブラウザで楽しむようなライブラリーを一つ作ってみたので、デモします。これが、あ、おっと、デスクトップ2、モニター、あ、そうですね、いた、普通のエディターなんですけど、
ありがとうございます。はい、まあ、最初に、イニシャルで、曲のタイトルと、テンポ、あとは何分の何拍子かっていうのと、これはちょっとメタ的な情報なんですけど、1の単位で、次にリズムとキーっていうのを、イニシャル処理でします。でそこから、ABC 起伏法っていう、まあ、曲を作るシンタックスみたいなのがあるんですけど、それで、ソングオブジェクトにプッシュをしていき、最後に、プレイをすれば曲が、曲というか、再生することができるみたいな感じです。これで保存したので、更新をすれば、というふうに音を出すことができます。で、音を出すだけだとちょっと味気ないので、このオブジェクトを SVG 使って楽譜化みたいなことを、ライブラリここちょっと改造して作りました。でまあ、簡単に仕組みなんですけど、ABC 起伏法のオブジェクトを、MIDI のノートナンバーに変換して、それを周波数に変換して、オーディオ API のバッファーソースに渡して再生みたいな感じです。でさっきから出てきた ABC 起伏法っていうのは、テキストで、曲の譜面を表現するというもので、変化記号を音目オクターブで書きます。変化記号はシャープとフラットで、ハットとアンダースコアで、次にオクターブは、コロンとカンマみたいなので表現してます。詳しくは、そういうウィキがあったんで、それ見ると分かる感じです。でなんでこれ作ったかっていうと、なんか音楽でもオープンソースっぽいことできたらいいなってとこで、曲の情報を公開して軽い気持ちでその作曲に参加して気軽にフォークできたらいいなみたいな、ってことで、このライブラリー使うメリットとしては、曲はテキストでやり取りができて、曲の可読性が高いから、まあ読むのも簡単で、プレリクベースで曲作れるっていうのが面白いかなと思ってます。で、ちょっと最後反省ですけど、これをベースにアトムエディターでなんかプラグイン作りたかったんですけど、ちょっと間に合わなかったので残念だなと思ってます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、宮崎空さん、 GitHub for Musicians です。宮崎空と申します。普段は、ソーシャルゲームの、ゲームのサウンドとかを、再生するライブラリーとかを作ってます。今日作ったのは、ミュージシャンのための GitHub というのを作りました。我々ウェブ開発してる人間としては、すごくGitHub っていうのは便利で、使ったことある人はご存知でしょうけども、プルリクエストとかフォークとかなしではもう生きていけないようなものになってるんですけども、アーティストの人っていうのはそういうものがないので、作ってみました。で、名前はリミックスと言います。じゃあちょっとログインしてみます。まあ、GitHub みたいに、なんていうか、ダッシュボードと、あとプロジェクトというとユーザーっていうのがあります。でプロジェクトっていうのは、まあ、GitHub でいうリポジトリです。で1曲が1プロジェクトみたいな感じです。ちょっとアートがなかったので広いものでやってるんですけども、まあ、プロジェクトの中に、まあ、1曲が入ってて、でトラックが入ってますと。
で、これもちょっと広いもので作ったんですけども、まあ第一トラックボンゴということで、あ、これ音出てない。あ、ごめんなさい。2番目ワブベースで、3番目ソプラノサックス、こんな風にトラックが別々に再生できます。で、ミックスしたものっていうのは、まあ、めちゃくちゃカオスなんですけども、まあ、こういったプロジェクトがありますと。で、これを、フォークできます。で、このプロジェクトをフォークしますと、これが自分のところにコピーされますね。で、これ見てもらうとオーナーが今自分になってて、でフォークドフロム、まあ、元の人になってます。で、フォークすると、トラックごとに、有効無効にできたり、削除したりできますと。で、新しい自分のトラックを追加することもできます。で、追加するとこう、マイクのアイコンが出てきますけども、これで、レコーディングもできます。ここでちょっとマイクが出てくるんですけども、これ、3つ出てきますけども、上の2つはもともとの、Mac の内蔵のマイクです。で、一番下のが、このつなげたマイクです。ちょっと名前を、分かりやすい名前を取る方法が分からなくて、こんな長い ID になってしまったんですけども、で、まあ、選択しますと、ゲットユーザーメディアで、ま、ブラウザーの許可が出ますので、これを許可します。そうするともう音は、入った状態になってます。で、まあ、このボリューム2つ、上がレコーディングの入力のボリュームで、下がモニターのボリュームです。で、マイクは入ってます。で、今のままだと、音は、全然いってないですけど、ここをアイコンボタンを押すと、これ今全部もうサーバーにアップされてるんですね。何でしたっけ、ソケット IO のライブラリを使って、全部音のサンプルをそのまま圧縮せずにサーバーに流してます。じゃあちょっと止めます。で、止めると、まあ、自分のフォークしたプロジェクトを見ると、さっきほど録音したトラックが追加されてます。で、オーナーはこれ自分になってます。で、再生してみると、あれあれ、あ、ちょっと何も取れてないです、すみません。で、まあ、こんな感じでフォークしてトラックを追加して、自分の、まあ、ミックスリミックスしたものを作るというのを作ってみました。で、ちょっとプルリクエストも作りたかったんですけども、時間、今日は時間足りませんでしたけども、次回やりたいと思います。以上、リミックスでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、続きましては、QR コードで音を伝える、すいません、久保翔さん、 GitHub のコントリビュート数で耳を聞くというタイトルです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久保翔と言います。で、リポジトリのコントリビュート数を音で聞けるようにしてみたということで、発表させていただきます。で、まあ、自己紹介で、まあ、Twitter、GitHub の ID はこんな感じです。で、まあ、個人的に Web オーディオ API とか Web ミリ API とかを、まあ、その API について研究しています。で、はい、目次です。で、まあ、作ったものが、まあ、GitHub の、まあ、あるリポジトリのコントリビュート数をポケミクで聞けるアプリというものを作りました。で、作ろうと思ったきっかけなんですけども、まあ、ポケミク買って、まあ、何か作りたい。で、GitHub を、まあ、普段使ってるんですけども、まあ、リポジトリとかは、ラブアイとか調べるときに、まあ、そのリポジトリの開発状況が活発かどうかを知りたい。で、まあ、リポジトリのそのコントリビュートっていうよりもコミット数かなを、まあ、聞けたらいいよねっていうので、ひらめいて作ったのが、今ちょっとなんかプレゼン前にちょっと出てしまったやつなんですけど、これですね、 GitHub Contribute Music ということで、で、これちょっと利用して、で、これでポケミクの、まあ、入力と出力を設定して、で、例えばこの GitHub ユーザー名とリポジトリ名で、入力してみるとポケミクから音がちょっと、まあ、声が1種類しかないのでちょっと寂しい感じなんですけども、まあ、コミット数に応じてこのポケミクの声の音量が変化するものとなっております。で、これちょっと分かりづらいなちょっとなんか、そう、デベロッパーツールとか開くとかあるんですが、ああ、出た。まあ、こんな感じで、コンソールログで、まあ、どれぐらいのコミット数かというのを表示していて、じゃあちょっともう一回。で、やってみると、まあ、最初にこうコミット数が一覧が出てきて、で、今どこを再生しているかっていうのがこうコンソールログに出ているようになっています、今のところは。という感じですね。で、まあ、これコミット数がなんだ多くなればなるほど、まあ、ポケミクも大きく発音してくれるというものとなっております。じゃあその大きく発音した例を、で、あ、なんかちゃんと動いてない、あ、来た来た、多分これ最後の方だいぶでかいですね、この62とか70とか。で、ちょっとこれ音が鳴りっぱなしになってしまうというバグがありまして、ちょっと、まあ、はい、こんな感じです。以上です。はい、ありがとうございました。2件続けて GitHub 系の話が続きましたけども、はい、続きましては、QR コードで音を伝える、友ガネさんって読むんですか、友金さんと、ガネ子さんですね、よろしくお願いします。
はい、チームともがねです、QR コードでを音で伝えたいということで2人で作りました。まあこんな感じですね。 QR コードを音に乗せてこっちで拾ってまた再現するとそういう感じです。でマトリックスになっているのを、まずサーバーの仕組みで URL を QR コードに変換してそれを今度、4行ずつ音に変えて操作しながらこう伝えるというのをやってみました。で受け取る側はそれを、まあ、アナライザーで受け取ってます。トラック同時に撮ったりもできるようにというのを目指しています。まあ、ちょっと周りの環境の影響でうまく拾えないことが多くて今日は QR コードまではいきませんでした。はい、以上です。はい、まあ、これを使って今後なんかウェアラブルだとかキーボードを持たないなんか端末に対して URL だとかメッセージを伝えられるツールにならないかなと思ってと作ってみました。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今確か Chromecast もあのログイン情報を音で送ってるっていう噂ですよね。はい、それと似たようなものでした。はい、ありがとうございました。はい、続きまして、自動作曲のテーマの中で、アットマークナノナム様音楽っぽいやつということで、あ、2人、あ、ナノナムさんともはよなおさん、はい、お二方でよろしくお願いします。さっき説明をさせていただきます。自動作曲チームということで、何かまあ簡単な感じで、音楽的なことがしたいっていうので、基本的なアイデアは出していただいて、ざっと説明すると、まあ、2つの数字から何かパターンを作るっていうやつで、例えば4と2だったら、まあ、4ビットで表せる0から15までの数字の中から、6とか10とかビットが2つ立ってるやつをフィルタリングして、で例えば12だったらその中で12っていう数字から8040みたいな配列を作って、でまあそれをこう2つ立ってるやつを全部合わせて1つのパターンにするっていうのをしました。でまあそれいくつか並べて音楽にしようっていう感じで、画面がにあの画面なくてもいいんですけど、まあこういう感じで、まあ数字が2つあって、
まあ、リズムとベースとシーケンスとなんかみたいなのを、まあ、やってで、まあ、実際音出してみました。まあ、こういう感じで音が鳴ってるんですけど、例えばベースで今これちょっと数字がちっちゃいんですけど11ビットあるうちの2つ立ってるやつっていう感じになっていて、これをまあ増やすと、選択されるそれで今のプログラムの方は僕がちょっと口出しじゃないですけどアイデアだけを言ってあとは全部任せちゃってたんですけど、もともとのその、ウェブオーディオ API を操作する部分自体があの、与那尾さんで大丈夫ですよね。与那尾さんがあのすごいライブラリを作っていただいてて、普段 MAX MSP で曲とか作ってるんですけど、そんな感じの、あんまりなんだ、バッファ数とかの難しいの気にしないで音符はい、要するにあのさっき作ってもらっさっき出たプログラムを作った間僕は単純にそのライブラリで MAX MSP で曲を作るぐらいの、DSP 処理とか音楽制作ができないかっていうのをずっと遊んでて、ちょっとそれ再生します。パラメーターがちょっとしかないんですが、曲自体は今あまり気にしないでください。使用です、それ以上です。はい、このさっきの、演奏するやつは、このハッシュタグ付きであのさっき URL ツイートしたので、まあ、試せるようになっていますので、まあ、ぜひあの2分ぐらいは楽しめると思います。はい、はい、ありがとうございました。あのもはよなおさんはいろいろと自動作曲的なあの JavaScript のライブラリを GitHub の方で公開されてますので、そちらの方も見ていただけるといいかなと思います。1チームです。はい、はい、続きまして、ひまかんさんよろしくお願いします。
私たち、チームひまかんは、顔をトラッキングしてそれに応じたなんかエフェクトがかかるというツールを作りました。で今こうデモでもう流れてるんですけれども、顔を、これ始まると最初に、顔を認識してで、顔の位置 X 軸と Y 軸に応じたまずフィルターのエフェクトをかけることができます。でこのフィルターのエフェクトはあの Web オーディオ API の標準のものを使っています。あ、動かない、リロードしてまず顔の認識が始まります。うまくいかないかな、で顔に応じて、このオブジェクトが動きつつ、フィルターのエフェクトが今かかっています。でさらに、これ震度も取ることができて、前後にこう動くことでこの再生速度が変わります。近づくとこんな風に速くなったりします。それでですね、さらに、これミディアウトにも対応していまして、今ここにカウスパッドをつないでるんですけれども、ミディアウトでさらに別なエフェクトもさらに追加でかけるっていうことができます。で、基本的にこの顔をトラッキングなんで、こうどうしてもパフォーマンスがこういう動きになっちゃうんで、僕らはこれを勝手にチューチュートレインとか呼んでたんですけど、本当はチューチュートレイン流したかったんですけど、今日はちょっと発表なんてやめておきましたっていう感じで以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、恐怖誰の死にげ、声の肯定でフラッピーするというものです。ん、謎の死にげ、はい、よろしくお願いします。はい、という、あ、動いてますね。はい、というわけで始めさせていただきます。実は何をやったかと言いますと、声の高さで操作するゲームを作りました。はい、拍手。まあ、そう言ってもまあ、実際見てみなきゃわかんないと思うんで、軽くやってみますね。ってことで、まあ、こんな感じで。今あのこう映ってまして、こう音の工程で、あーうーおーあーうーんあー、こんな風な感じで動いて、で当たるとはい、これでゲームオーバーとなるわけです。まあこんだけなんですけども、これ要するにまあ見ての通り全部ブラウザだけ、音の工程で上下の操作ができて、今当たるって、まあ、簡単なフラッピーバードもどきなんですけども、これによって例えばあの音楽教育とか、そういった音楽教育とかの応用とか、あるいはあの実際にパフォーマンスにも使えますし、インスタレーションなんかにもこういうのができます。で、まあ、あのどこら辺が Web ミュージックかって言いますと、まあ、資料を適当に放り込んでたんで、まあ、見てみれば分かるんですけども、まあ、こんなことですね。要するにあのオーディオ Web オーディオ API のあのアナライザーってご存知の方いらっしゃいますか？知らないって、じゃあ知らないって人はどのぐらい、
ですよね。もうほとんど知られてないんですけども、いわゆるあのウェーブアナライザー、要するにあの例えばよくあるあの波の波形がポンポンポンって出るっていうのがあるんですけども、それをまあ実はあのこのウェブオーディオ API を使うとすごく簡単に作れます。でそれを利用することで、まあ、本当今日はあの遅刻してきて始めて10日ぐらいから始めて、まあ、1時前ぐらいかな、 2,3 時間ぐらいで今できちゃったんですけども、すごく簡単にこういうふうなのができるんで、例えばいろんな、まあ、こういうことでいろいろとまあ発展系ができるかなと思って作らせてあげました。まあそれだけなんで、まあ以上ですけども、まあ遊んでみたい人やったら後で言ってください。やるんで、まあお見せしますんで。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのなかなかスタートがすごく良かったです。いや中ももう楽しかったです。ありがとうございました。はい、続きまして、俺のゲームかっこ CV ミクさんですね。よろしくお願いします。我々のチームでは、ゲームを作りました。で私なんですけども、こういうですね、あの SMF、ミク、ポケットミクの、エクスクルーシブを仕込んだ SMF を使って、エンシャント JS と Web ミディとポケミクを使って落ちゲーを作ったんですけども、ちょっとこれ、以前作ってもうやり尽くした感がありまして、で、もうあとはユーザビリティを上げるとかいう、まあ、ちょっとあまりモチベーションの上がらない、仕事しか残ってなくて、今日どうしようかなと思って、誰かとコラボレーションでゲーム作りたいなと思ってたんですけども、で、ゲームチーム入ったら、ですね、残りの2人の方が、ゲームの部分であのコラボできる余地がないよという話だったので、じゃあ、そのゲームの中から呼んでもらったら、いろんな効果音を、ポケットミクさんが喋ってくれるというようなものを作ろうかなということで、作ってみました。で、当たると当たりとかですね、あと、チャカピーチャカピーカチャチャとかいう、なんかまあ感想を呼んでもらったらいろんなポケミクが喋るというものを作ってみました。でこれを使って、あとの2人がゲームを作ってくれたので、そちらをでも見てください。すみません、お待たせしています。先ほどのポケットミクが喋ってくれる、ライブラリを使いまして、あの黒剣スナイパーと読むんですけど、こんなものを作ってみました。
一応 URL がちょっと見にくいですけど多分動くと思うのでもしお手元で試していただければと思います。はい、ちょっと下まで入ってない。ちょっと待ってください。こんな感じで良さそうですかね。ちょっとあのアスペクト比があれですけど、あれあれすいません、大変グダグダしていますね。ちょっと待ってください。はい、お待たせしました。ずれてますけど、こんな感じでいきます。前回も参加させていただきまして、周りの方が音が皆さん出ている中で僕はあまり音が出ないものを作って、だいたいこういうコントローラーを使ってあの音が出ない代わりに弾が出るみたいなものを作っています。今回も例外なくあのあ出ないですね、弾が。弾を出したいんですが、あ、ここの設定をしてなかったです。こっちじゃない。あれ、あ、こっちの画面出てましたね。はい、ここで弾が出ると思います。はい、出ましたね。こんな感じで弾が出るものを作っております。で今まであまり動きがなかったんですが、今回はちょっと動くようになりまして、素早い動きが可能になっています。で、この3箇所で動くよというような感じになっています。で、このキーボードの黒鍵のところで打つので、黒鍵スナイパーという名前をつけました。はい、でこんな感じになっているんですが、今回はなんと音が出ます。弾だけではなくて音が出ます。で、その音の部分をあのミクさんにお願いしているので、ちょっとやっていただこうと思います。真ん中ですね。右です。左、真ん中、右、左と言っていただけるので、真ん中、はい、勝った時もちゃんと祝福してる。ありがとうございます。こんな感じのものを作り、ちょっと音が出てあの今回非常に楽しい作品になったなと思うので大変良かったです。あの負けた時の音もあるんですが、これはあのお手元のポケットミクとミディキーボードあのどこのご家庭にもあると思うんで、それで試していただくと思います。はい、ありがとうございました。これ3名で1チームという形で大丈夫でしょうか。はい、了解です。よろしくお願いします。南野と言います。ループセッションズという会社一人でやってます。普段はスマホアプリばっかり作ってます。でこの中でですね、今日お見せするゲームのスマホ版で十二支バトルという
まあ、ストツーっぽい形で、まあ、十二支の可愛いキャラクターがボールをとことん投げ合って、はい、まあ、先に倒した方が勝ちというゲームがあります。あんまり出てないんですよね。でこれのちょっとプロタイプでウェブアプリで動くものがありました。で、まあ、こんな感じでボール投げる押した長さで強さが変わります。こんな操作やってられませんよね。これスマホ用のウェブアプリで作ったんでこうなんですけど、じゃあブラウザーでちょっとちゃんとやりたいなという時に作り変えたのが今回のやつで、今の下の操作をこのミディコントローラーを今日はゲームコントローラーとして使いますというのが今回のやりたかったことの第一個です。でせっかく来ましたので、私前回も参加したんですけど、ちょっとこのドンタコさん前から目つけてたんですね。であと道場さんが作ってくださったこのミクのライブラリー、こちらもちょっと使ってみたいということで、今回じゃあこの道場さん、ドンタコさんと道場さんが作ってくれたミクさんの、まあ、コラボの出力もありますので、ちょっとこちら見てください。はい、ありがとうございました、ゲーム2本立てと、あとその効果音ですね、ポケミクを使った効果音1つというところでありがとうございました。はい、続きまして、はい、ここから初心者のあのカテゴリーに入ります。で次は森様の番ですけども、大丈夫でしょうか。遊ぶ会森さん、久保山さん、中村さん、あ、なるほど、じゃあ遊ぶ会ということでよろしくお願いします。遊ぶ会でお願いします。はい、それではよろしくお願いします。あれ、プレゼンは映ってない感じですか。映ってない、あれ、あ、そういうことか。あ、なるほど。どこかというと、どこだ。あ、これどっちか。いいですね。
あ、分かりづらい。ド変態のためのモグラ叩きゲームを作りました。一応英語も入れておりますね。ダーティージェントルマンのためのモグラ叩きゲームです。はい。まあ初心者なんで出落ちをしようかなと思ったんですけど、ミディデバイスは簡単シンプルです。ポケミクとあとノベーションのランチパッドでそれを、使っています。まあ、一応補足で言うとモグラ叩きゲームというのはこういうゲームですね。で、初音ミクというのはこういうのですね。で、まあモグラ叩き派と、ミク派がいまして、ちょっと戦いがありまして、まあ、それをもう合わせちゃおうということで作りました。で、仕様ですが、まず1番としてランダムな位置をまず検出します。あ、算出します。で、そして、ランチパッドに発行させるミディメッセージを送信します。で、ランチパッドが水メッセージを返ってきて、それをポッて触るとその位置だったのかどうかを判定して、正しい位置を判定したらポケミクで、まあ、行ってもらうというシンプルなものです。ではやってみます。ではちょっと映してください。ド変態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 はい、何かコメントを言いますか。いや、特にないですか。はい、はい、はい、これだけです。以上、ありがとうございましたはい、ありがとうございました。多分ドイツの方も大人気でしょうね、これ。ド変態きっとそのうちドイツでもド変態という言葉が流行りそうですね。はい、ありがとうございました。で、続きまして、クックピッチさんお願いします。ここも初心者チームですね。はい、よろしくお願いします。ああ。すいません、発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、テーマがクックピッチという名前で、料理に音楽という要素を取り入れるというものなんですけど、別に料理をするわけじゃないんですけれどもやっていきたいと思います。今回 API でブラウザ上で音を扱えるようになってどういうことができるのかなっていうのを結構考えたんですけど、まあ、僕たち初心者チームで、まあ、普段全然プログラムとかもそんなやってないので、まあ、自分たちのできる範囲で何ができるかなと思って考えました。で、次どれ？これ？で、僕たちがやろうとしたことは音で、ウェブサイトの操作をするというものです。で、それをするとどういう時に便利なのかというところなんですけど、例えばですね、僕料理をするときにレシピサイトとか見ながら料理をしているんですけど、やっぱ料理中って手を汚すことが結構多いので、パソコンとかに触りたくないなとか、そういうことがあります。
なので、今回作ったのは音ですね。3つの音からなるメロディーの音程を、解析して、下の4つの操作を実装できるようにしました。4つですね、まず順番に、まあ、音程が上がっていく場合と、まあ、下がっていく場合で、あとは1回下がってまた上がると、あと1回上がって下がるっていう、その4つですね。でそれぞれに対してアクションを割り当てるということを実装しました。で早速、まあ、デモいきたいと思います。すいません、準備ができたようなのでデモを始めたいと思います。まずはじゃあ、マイクをオンにして、この上に音程が上がる上がるだと、その進むっていうのを割り当てたので、ちょっとドミソの音程で試してみます。ちょっとマイクを使わせていただきます。というふうに変わります。分かりましたかね。でそれで今回サーバーに上げてないので、1回1回アローを押しているんですけど、サーバーに上げて HTTPS だと1回1回更新しなくていいのでですよね。毎回手を汚す必要もないかと。それでふんふんふん、あ、次に戻りたい場合とかはふんふんふん、あれうまくいかないですね。ふんふんふん、あ、進みましたね。ふんふんふん、戻ります。で、次は料理やってるとタイマーを使いたいときってありますよね。そのときにタイマーも実装してあります。これちょっと難しいんで緊張してるんですけど。あ、始まっちゃいました。で、一時停止が止まっちゃった。あ、行かないですね。あ、リセットされたんですね。逆に、いや、谷でしょ。
焼き上がりということでこういうふうに今はまだ Web オーディオ API っていうのは僕らみたいなちょっと珍しいもの好きの人が使ってると思うんですけど、近い将来もう主婦の人が料理をしながら鼻歌でこういうふうに Web オーディオを使ってくれる日が来ると僕たちは信じています。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。なかなかそうですね、今度来年ですかね、某 S社さんからロボットが出たりして機械にしゃべるとか、 Google さんもAndroid Wear を出されて時計にしゃべるというのもありますけども、そういうしゃべる文化っていう、機械にしゃべる文化っていうのはこれから増えるかもしれないですね。はい、ありがとうございました。はい、続いてみんなでシーケンスですね、よろしくお願いします。少々お待ちください。やりたいことは一つなんですけど、はじめまして、ソケットサーバーを立てて、ちょっとみんなでシーケンサーを作って音楽を作ろうみたいなものを作りました。すごい操作しづらい、こっち来ます、マウスはマウスどこですかね、これありました、はいはいはい、はい、サーバーを立てて、ちょっと見づらいですね、はい、このタイムラインをちょっと皆さんでいじって遊ぼうみたいな感じですね。ちょっと下見切れてるんですけど、これをここに行ってほしいんですけども、どうやって操作したらいいんでしょうね、これ、ここですね、ここ、ここに、一つ忘れてました、Wi-Fi を立ててて、ちょっと画面、ハンナっていう、Wi-Fi があると思うんですけども、そこにアクセスしていただいて、こちらにアクセスしてもらえますかね。でやってみるとボタンが表示されるんですけども、ありますかね、ハンナって、そのボタンを押すとここに音楽が流れます。ちょっとやってみたい、はい、今この子が3とか4とかやると、オンオフするとここに、シーケンサーが出ます。これちょっと結構な人がやってくれないとあまりうまくいかないんですけども、ちょっと皆さん ご協力お願いします。まあ初心者チームなんで、あんまり音で派手なことはできないなと思ってって考えたのが、そのまあ皆さんで遊んでもらえたらすごいなんかハッピーかなと思ったので、こういうの作りました。まだちょっと数足りないんで、もうちょっと頑張ってください。50人ぐらいいると思うんで、こうはい、こういうものです。あんま送ると落ちるかもしれないんですけど、控えてください。さあ、ちょっとプレゼンしたかったんですけど、はい、まあいい具合に塩梅になってきたんですけども、そうですね、1番が多分スネアで、2番がバスドラで、あとその他みたいな感じですね。
じゃあちょっと40までいったら終わりにします。あ、行きました、ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございました。この音ネタは MP3 とかで持ってる感じなんですか？あ、なるほど、なるほど、ありがとうございました。はい、そして初心者チームというか中退以外の方の、あ、中退以外の方のですね、発表最後になります。ソーシャルウェーブ、ウェブソケット関連です。よろしくお願いします。アプリと似てまして、ちょっと皆さんに参加していただくアプリになります。まあ、スプレッドシートにある URL にアクセスすると、画面が出てこない、ちょっとすいません、簡単に言いますと、あ、ちょっとここは空いたんで、こういうふうに、まあ、コントローラーが出るんですけども、これが、まあ、音の倍音構造をそれぞれぞれ、指定できるようになっています。で、これ全部ウェブソケットでリアルタイムで飛ばしていまして、多分皆さん同じ画面が表示されると思います。まあ、結構、ちょっと 3D の方が表示されないんですけども、まあ、こうやって皆さんでなんかこう参加して、まあ、みんなで協力してなんか音を、新しい音を作っていきたいなっていうコンセプトのアプリでした。まあ、今回は、
こういうふうに、まあ、単純にキャンバスでコントロールするようにしたんですが、まあ、今回皆さんされてたように、まあ、デバイスを入力にしたり、まあ、なんかウェブ API から取ってきた値を入力にしたりすることで、まあ、なんか変なアプリが音ができるって、まあ、楽しいんじゃないかなと思って作りました。で、まあ、このウェブ作っていただいた音をちょっと別のアプリケーションに飛ばして、まあ、ちょっとだけ演奏して終わりたいと思います。じゃあちょっと簡単に、エフェクターもちょっとかけるんですね。かけすぎですか。まあこういう感じで、まあ他のアプリに API として飛ばすってことも、まあ将来的には可能かなと思っています。以上です。はい、はい、ありがとうございました。前回はですね、エフェクターを作られて、そうですね、今回はまあ自動作曲みたいな感じでもありますよね。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。で、ここからはですね、チューターの方々のデモになります。まず最初にアイケさん、未来のエフェクターということでよろしくお願いします。今日アイケさん一日中ギターを肩から下げてずっと弾かれてて、一人でなんかハッカソンしてないっぽいように見えたんですけど、いや実はそんなんじゃないというところを見せていただければと思います。はい、始めます。見えてますよね。今回はですね、ブラウザのエフェクターを作りました。で、まあ、午前中似たようなのデモしたんですけど、その時はワウとディストーションとアンプシミュレーターとディレイという組み合わせだったんですけど、それに加えてこの時間でなんか謎の新エフェクターというのを作りました。ちょっといろいろ試行錯誤したんですけど、結局そのリアルタイムでサンプリングしてリバース再生しながらゲートで、ぶつ切りにするみたいな、そんなエフェクターです。で、そういったエフェクターを、ギターにかけて、リアルタイムで演奏してパフォーマンスしたいと思います。で、ギターだけだとしょぼいので、バックの演奏としてベースとドラムを1小節ごとにサンプリングした音を用意してきたので、それを、再生しながらギターを弾くという、ブラウザだけでもここまでできるっていうことが分かってもらえれば嬉しいです。
はい、ありがとうございました。なんかアプリケーションというより演奏が出来上がってしまったというハッカソンになってしまいましたけども、はい、ありがとうございました。はい、続いて、渡辺さんですね。奇跡のコラボよろしくお願いします。はい、本日どんたかくん2回目の登場になります。渡辺です。今回私、どうしてもやりたいことがありまして、このドンタタ君と、ローランドの V ドラムのコラボをどうしてもやりたかったので、それの、ウェブアプリを作りました。で、それで JSPA さんの、提供をしていただいた、曲をバックに演奏してみたいと思います。V ドラムを叩くと、ドンタタ君が同期して動いて、あとビデオが再生されます。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの人がドラムを叩いて人形が叩いた音が聞こえるって、なんかすごく無駄なような技術の無駄遣い、もうこれほど贅沢なことは僕ないと思いますので、すごく面白いです。いいですね、ありがとうございました。はい、続いて、ガイトさんです。ライブビーツですね。ちょっと朝より修正をされたということなんで見ていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、朝もちょっとやりましたけど、まあ、コマンド入力で、音と映像を出すという、アプリケーションになっています。で、いいです。カメラの映像ですね。カメラの映像で、まあ、追いかけて、動きの激しいところを追いかけて、まあ、それをもとに、音を出しますというのを朝やりました。ですね、これ実は全部カンバスで処理してまして、結構 MacBook Air だと厳しくなってきちゃってまして、ですね、ちょっと分かってるかもしれないですけど、端っこにChrome の FPS カウンターっていうのをずっと出して、駒落ちギリギリまで、ちょっとこれ以上やったらやばいかなみたいなところをちょっとチェックしながらじゃないと使えないような状態になりつつあるんですけども、で実はこれプラグインの機構で、新しいエフェクトとかをこの作ってここにドロップすると増やせられるんですよね。で、まあ、見境なく増やしていくとあっという間にパフォーマンスが足りなくなっちゃうんですが、今入れたのは何かっていうと、まあ、ビデオ、やっぱりビデオを出すものなんですけど、これが新しく入ったビデオです。ちょっと後ろのやつ分かりにくいんで、まあ、後ろは後ろで勝手に動いてますけど、前のちっこい絵が出してるんですね。これは今だからカンバスがあって重いんで、ちょっと WebGL で書き直そうかなと思ってて、まだちゃんとできてないんですけど、それが今こっちの方ですね。で、まあ、WebGL でいろいろ書くとですね、まあ、結構いろんな効果をつけたりすることができますね。というようなものをですね、一応流しながら、
だんだん重くなってこんな風になっていきますと、これ以上はちょっと はい、ありがとうございました、深夜ガイドさんの、ライブビーツでした。はい、そして、今日の最後ですね、豊島さんニコファーレ VJ ということで、はい、デモをしていただきます。画面ってどっちにあるんだろう。ありました。愛家さんが言っていたように、なんかみんな VJ アプリを書き出すっていう話なんですけど、僕も例外なく書き始めまして、昨日エコーがあるとだいぶ話しにくいですね、昨日全然関係ないイベントで VJ をする機会があって、ニコファーレでやりました。でそれ用にアプリを作ったんですけど、ウェブアプリなんですけど地下でやるので不安だったので、 Chrome Apps にして、まあ、オフラインでも安全にできるようにして作りました。で、一応、まあ、ウェブメディア当然使っていて、コントローラーがつながっています。で、まあ、これフェーダーになってるんですけど、今エフェクト選んであるかな、ついた。ここでエフェクト選択できて、で、フェーダーで上げると裏で隠れてて見えない。ちょっとコントローラー引っ込めちゃいますね。こっちだっけ、こっちに引っ込める、違う、こっちに引っ込めると戻ってきた。で、ない気がしてならない。なんかこっちの画面つなげると動かなくなる。こっち、このモニター直接いいです。よいしょ。カメラで撮影するとかってできます？画面を無茶振りしてすいません。で、僕はこの UI も欲しいので、さっき適当に選んじゃって、出てるかな。出た出た、すいません。ニコファーレってその部屋中一面がこうスクリーンになっていて、でこれだと一つのスクリーンから全ての画面に対して分割したデータを送ることができるようになっています。で、まあ、いろんなエフェクトをこう出すことができて、あと実際これで作ってるとどう見えるかわからないので、そのニコファーレのエミュレーションモードというのがあって、ここで、よいしょ、こっちを前にします。で、このエミュレーションモードにすると、実際にこの会場の見え方で表示されると、で、左右の
ディスプレイがあって奥にディスプレイがあって天井もあるみたいな形で、まあ、これでエフェクトも調整できて、でそれに対して今これ FFT で外のライブの音とかを撮ったのが流れてて、あとコントローラーでこういうエフェクトもかけられるというのを使って、まあ、昨日ちょっと派手にやってきましたという、まあ、ちょっとしたご紹介でした。はい、ちなみにこの Chrome アップは、はい、Chrome Web Store とかで配布する予定とかあったりするんですか？配布する予定、ソースコードはほとんど外に出てるんですけど、アップの形で配布するかどうかはどうなんだろう。どっちかというとみんな自分でこのエフェクト追加したいからアプリで使いたいっていうよりは多分。なるほど、ね、あとはアイケさんみたいにその綺麗な UI 作ってないんでそこがちょっと僕のアプリのボトルネックはい、なるほど、ありがとうございました。はい、というところで、全ての方の発表が今終わりました。でちょっとですね、まあ、時間をしてるんですけど、時間を5分くらいください。でその間に皆さんちょっともう帰る準備みたいな感じで PC しまったりとかそういうことをしていていただけるとありがたいです。はい、これからちょっと審査の方に入りたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。皆さん、今日参加されてた方の中で先にもう帰っちゃった方がいるんですけど、その方がちょっと差し入れを持ってきましたと。で、置いていくんで皆さんで召し上がってくださいっていうことだったんですけど、その差し入れっていうのはですね、わらび餅で、全員1個ぐらい食べる、1個食べれるぐらいの量があるという話なんで、前に置いときますんで、ちょっとこの休憩の間に食べていただければと思います。で、なんかことずってを仰せつかったんですが、わらび餅愛好会フィリップという、なんか名古屋からわざわざ今日いらしてくれた方で、11月の3日に両国でわらび餅を召し上がるイベントがあるそうなんで、ぜひ来てくださいとのことでした。前に広げときますんで皆さん召し上がってください。
はい、じゃあそろそろちょっと発表させていただきたいと思いますので、ぼちぼち席についていただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあそろそろよろしいでしょうか。はい、ではちょっと始めさせていただきたいと思いますけども、まあ今日、ですね、全部で、28個の作品が出てきました。そのうち、チューターさんが4つありましたので、皆さんの、ハックしていただいた作品というのは24個ということになります。でですね、本日は、ですね、13名の方に採点をしてもらってます。でその合計点で点数の一番高い人から順に順番をつけて順位とさせていただきたいと思っています。でまず第1位から言ってしまうといけないので、はい、5位から上ですね、ちょっと発表させていただきたいと思います。はい、まず5位、はい、102点ですね、102ポイント、 DFマックさんの、洗濯バサミがいっぱいついてたやつはい、でですね、今日ですね、結構いっぱい景品がありまして、で我々持って帰るのもちょっとあれだということで、優秀な作品を作っていただいた方にはちょっと申し訳ないんですけど、もう早いもん勝ちでみんな取っててくださいという感じにしたいと思いますで、ですね、ちょっと DFマックスさんにはここに立ってもらって申し訳ないんですけど、こんな、ヤマハのドラムの T シャツですね、僕も初めて見ましたけど、から、コルグさんの NS20 ミニの T シャツ、それから、こんなヤマハシンセサイザー40周年のステッカーとか、あ、もちろん缶にも貼っていただいて構いませんので、はい、ということで、お昼ご飯が置いてあったところにたくさん置いてありますので、帰り皆さん持って帰っていただけると思います。で、とりあえず5位を発表させていただいて、はい、DFマックさんの作品、洗濯バサミのやつということで、はい、おめでとうございます。あ、はい、すいません、お呼び立てして申し訳お呼び立てして申し訳ありませんでしたはい、続きまして4位ですね、
横堀さんの電車ですね、電車で GO を使った、作品、はい、おめでとうございますはい、続きまして、で、ちなみに今のですね、横堀さんの作品は、103点獲得されてます。で、続きまして、第3位ですね、ごめんなさい、ちょっと漢字苦手でして、この漢字が読めなくて最初の方のお名前を呼べないんですけど、あ、清秀さん、松尾優さん、優也さんの、はい、あのキリンの出てきた、おたまトーンのやつですね、はい、おめでとうございますおたまトーンのがメインだったのに、なんで僕はキリンと言ってしまったんだと今ちょっと思ったんですけどあ、なるほど、はい、CD も持ってきていただいてるそうなんで、はい、ありがとうございます、はい、はい、続きまして、で、今のちなみにですね、104点獲得されてます、はい、続きまして2位ですね、108点獲得されてます、エレキ木魚、おめでとうございます。やっぱさっきもちょっと言ったんですけど、全然ディスってるわけじゃないんですけど、技術を無駄遣いしてこう遊ぶっていうところ、なんか我々すごく贅沢だなと思って、まあ昔ですと多分技術を使いたいところで使って便利になるようなことしかできなかったんですけど、最近はもうどんな技術でも使って、もう無駄にでも使って楽しんでしまえと、まあそんなところはすごく僕好きなんですよね、というところでエレキ木魚を僕結構好きでした、はい、もちろん洗濯バサミも大好きですが、でさらに、V ドラムでドンタタ君を叩かせるのもとても好きです、はい、でそしてですね、最も優秀だったところ、はい、フェイストラッキングエフェクターですね、 VJ の作品を作られました、ひまかんさん、はい、あちらにおられます、おめでとうございます。はい、というところで、本日のウェブミュージックハッカソン3回目のすべての、プログラムを終了させていただきます。本日は本当にありがとうございました。はい、そして裏方におられますですね、 WCC から今日は来ていただいているんですけど、先ほどお話しいただいた、村井先生、それから現在 WCC の日本のサイトマネージャーをされております中村先生ですね、はい、中村先生、いきなりで申し訳ないんですけども、最後に一言 いただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。ということで、3回目のウェブミュージックハッカソン、これにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。はい、で、ここからもっとすごく重要な話なんですけど、懇親会をこれからやります。で、7時半からですね、朝お伝えしたエロ中で場所を取っておりますので、ちょっと、で、その前に集合写真を撮りたいと思いますので、一旦外に出ていただいて、カフェテリアのところに集合していただけますでしょうか。